どうもショータイムゴルフです。1万以内で中古で買ってどれだけスコアを出せるかって。よいしょ、うまっ。300いいんじゃない？あ、ちょい左か。だいぶ右向いてね。ドロー打つらしいです。いいよ。うん、上げてるんで絶対届かないです。うわ、まっすぐいった。ちょっとやば。まあでも全然あるっちゃあるけど。うん、バンカー越えた。全然大丈夫。こういう時に限ってます、すぐ。うん、見えないです。クラブがないんだよ。あ、そっか。でもタイガーフェード持ってるから大丈夫です。大丈夫。うん、全然。いや、今当たったな、すごい。やっべ。いや、大丈夫。あ、危ねえ。フックしてない。あ、バンカーの手前だ。うん、ちょうどいい距離に残ってるかもしれない。ナイス、ありがとうございます。ちょうど7番打てるかもしれない。何やろ。180。だから上げてるんで、うん、軽く普通にスムーズに打ってちょうどいいと思います。おい、何番？7番ね。7番しかないですよ。聞くまでもない。聞くまでもない。まあこのライなんですけど、右足じゃない、前足下がりなんです。あ、上がりなんですけど、うん、そっからちょっと程度とかね。前足があんの？前足っていうか、つま先。つま先。前足はねえわ。前足あったらこうなっちゃう。さっきから俺前足って言ってたかもしれない。ずっと前足。先週も。マジですか？うん。先週も言ってました。なんかそれ今になって注意するんですか？うん。面白いから。恥ずかしいやつじゃん、それめっちゃ。なんか歪めかなんかあるんですか？いや、歪めっていうか、やっぱこう、こう歩いてるから普段。前足って言っちゃうんですよ。だ、前の足ってことですよ、前の。うん、だつま先でしょ、だから。うん、つま先。つま先上がり。つま先上がり。いや、これいいよ。いや、弱いかもしんない。バンカーいいと思ったんだけど、ちょっと当たりが薄かった。 152。 ピンはこの木のちょうど端のところにあります。これも結構スライスかけて距離落としてる感じですね。6番。いやー、スライスかけすぎ。こっちの方向、ピンより右に。あ、大丈夫だ。うん、あ、なんでいいの？あれ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 ？なんで？なんで？なんで座ってんすか、俺なの。試合中じゃないんすか。右しか行かないってさっきからずっと言ってます。びっくりした、俺なのかってね、座ってるから。まあいいんじゃない？悪くないじゃん。いや、無理だわ。絶対出ないよ、ね、目玉で。どっちが近いんでね。いや、出ないならどっちに打った方がいいか。あっちだよね。とりあえず打つか。出た出た。ナイス、素晴らしい。どうやって出たか知りたい。すげえ。出た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 。やっぱね、16度のバウンスを。目玉はバウンスいらないでしょ。ない方がいいでしょ。確かに。これで決めればパー。もう後がないですからね。後ない。こう決めなきゃ。これ決めないともう終わり。夢途絶える。決めます。よっしゃ、オッケー。はい、下手くそですね。はい、翔太さんの3打目。
まあ、簡単なアプローチっちゃ簡単なアプローチなんですけど、ちょっと下りのフック。これね、ライはライはいいけど52じゃないですか、止まんないんだよ。ちょっと開けばよくないですか。おー、うまい。まあこの距離はちょっと OK ないですね、微妙。今の俺じゃちょっと危ない。危ない、本当に外すかな。いつもなら上げるけど、あ、でもこれは結構まあ一応あるな。おー、ナイス。ありがとう。耐えた。ナイスパー。耐えてますね。まだ？まだゼロ？ゼロ。うまっ。うまくね、マジ8っすよ、まだ。14本いらねえわ、俺。いらない。6番アイアン1本でなんとかなるわ、なんとかなる。何でも打てるね、うん、200ヤードから130、40ぐらいまでいってるから。うん、うまい、本当に。うん、コミショだから。コミショだって、翔太さんがカメラの前でこうちゃんと喋れることに初めびっくりしましたね。喋れてないけど。いやいや、喋れてますよ。俺よりは全然。まあ当たり前か。いや、さっきの球が打てればいいな。うん、どこ狙いですか。バンカーの間あたり。ああ、そう。うん、いや、全然、全然大丈夫。木のあたり。いや、木の木とバンカーの間ぐらい。あ、全然大丈夫じゃないですか。ほんとフックしたかと思った、今。フェースなりに行った、今のも。ナイスフェード。396ヤード。完璧。ナイスショー。バーディー取れますよ。うん。70台いけるよ。いける。夢じゃない。ん？夢じゃない。うん。いや、これで80叩いたら、ショータイム出してもらえなくなっちゃう。頑張ります。140。7番。きついこれは。アゲンスト。俺より40ヤードぐらい飛んでないけど。超絶ハウスショットじゃないと。でかくない？あ、ナイスナイス。うまくない？うまい。残ったっしょ、うん、残った。ナイスショー。136。 136？ もうちょっとフライヤーかけていきたいと思います。わざとかけるんですか、うん、振ってで、ドローで届く。わかんない。上げてますよこれ。結構。見てろ。はい。あ、届いてないなこれは。ドローしてない。バンカー？バンカー。うーん、まあね、そりゃそうでしょ。ダフった。ダフるときすぐわかる。すぐわかる。めっちゃ音するもん。ドスンと音がする。ライ悪くないっすね。でもライめっちゃいい。簡単、簡単なバンカー。52っていうのとソフトが軽いから。あ、初めてのバンカーだよ。今日初めて。うん、上げて止めるのが大変そう。あー、うまい。めっちゃうめえ。うん、超うまい。さすがっす。ああ、52でもいけるね。うん、結構開きました。めっちゃ開いた。うん、結構止まりましたよね、軽く。そう、20メートルぐらい受けちゃったからね。ナイスだ。オッケーな距離だよ。なんかライス見えませんね、これ。見える。ナイスパー。ありがとうございます。いいね。パターは悪くない。パターいいね。それいい。うん、
行けた？オッケーです、多分。はい、翔太さんもスリウッド軽くって打ちます？いや、普通にフェースなりのドロー、うん、おお、ちょっとバンカーのバンカー越えた？全然越えてない。あ、ナイス。マントビ、それ結構飛びますね。飛ぶ。まあ、コメント欄でこの前なんかホモ待ちみたいなのいますよね。同性愛者ですか？そうそう。あれだってマジ面白い。面白い本当に。コメントはね、コメント欄本当に、うん、コメント欄面白いっす。空気悪いからね。ああ、今の人のおかげで確かに確かに助かってるところはあるよね。ちょっとね。138。30届くかな。ですかぶせれば行くか。うん、行く行く。54で140飛んだらもう頭おかしくなってくる。何が何だか分かんなくなってくる。あれまずいでしょ。ダメだ。ダメだあれは。138。はい。本気で打ちます。いいじゃないこれ。行ったよ。5。おい。ナイス。めっちゃスピンかかる。超戻ったけど。ん？超戻った。うん、超戻った。まああれだけ振ってるんで。まあ7番よりマシじゃない。うん。130ぐらい飛んだ。うん、飛んだよ。120。54でも思いっきり振れば130ぐらいいくのかな。120。ちょうどいいじゃないですか。ちょうどいい。あ、ちょっとだ、振ったかな。そうでしょ。危な。あ、すみません。ああ、まあ。距離感が分かんない。俺と同じと。ちゃんとね、それを思って。はい、ショートさんのバーディーパット。ここにマウンドが結構大きめのがあるんで、結構上り強く打たないと届かないかもしれないです。うまい、ナイス。読めた？ん？読めた？足りないか。ちゃんと読むか。これで外れたらないよって言われそうな。いや本来ならオッケーオッケーなんだけどね。全然オッケーでしょこれ。うん。いやうまい。このパターうまいな。それ合ってんだ。じゃあ試合そういうパターが合ってんと思う。いやでも多分これで。あの校内もうあのアメリカ戻って校内予選だったら、ああコーチに「お前何やってんだ」って「やる気あんのか」って言われます。うわ、パター変えすぎてめっちゃ怒られてるんだよね。そうなの？コーチに、うん、怒られることあんの？あるある。なんかお前はなんか一つコーチが好きなパターがあって、ああお前は高弘はそれがいいってずっと言われてるんですけど、俺がそれを使わないから、ああ使わないたんびに、いやお前これ次使わなかったら試合出さないぞみたいな言われる。この前最終戦、うん、赤のスパイダーで行ったら、ああもう頭抱えてました。もうそうそうそう、だから行ったじゃねえかっつって。コーチ切れるんだよね。うん、めっちゃ切れる。アメリカのコーチ怖いっすよね。怖い、本当に恐怖。ショートさんの学校のコーチは本当に怖かった。ああ、もう試合で空気超悪かったっすもんね。本当にね。だってもうグリーン上にコーチいるじゃん。うん、でも3フィートはとかもうめちゃくちゃ緊張するから、だって外したらとか言われるからね、本当に。うん、それで手が震えるから。普通にバットワード言いますよね、アメリカの。いや本当に言うし、結構ルールギリギリまで、あの生徒バカにするっていうか、こうけなしたりしますよ、ね。すごい。本当に恐怖。まあでもそれぐらい、まあ。やんないと、まあ、うん、生徒もやらないってことですよね。そうや。
高井戸みたいにやんないんだよ。ぐらいじゃないとね。うん、うわ、全然見えなかった。